どうもこんにちは、美術解説員の小柳先生です。今日は9月27日から10月2日にかけて、阪急百貨店阪急梅田本店阪急梅田ギャラリーにて開催されます日本のふるさとを描く特別展、河合玉堂生誕150周年記念についてご紹介いたします。河合玉堂は明治から大正、昭和にかけて活躍をした日本画家です。彼が描いたのは日本の原風景とも呼べるような温かな世界、新しい命芽吹く春、鵜匠たちの勢い感じる夏、山々が黄色く染まる秋、凛とした空気感じる雪景色の冬など、今展覧会では日本の四季をテーマに作品をご覧いただけます。まるで詩を読むかのように情感豊かな作品をご覧になってみませんか。本編は開幕してからご覧いただけます。どうぞお楽しみに。